自衛隊札幌病院真駒内駐屯地は、北海道札幌市南区真駒内17に所在し、第11旅団司令部等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地。駐屯地司令は、第11旅団副旅団長が兼務。最寄りの演習場は、北海道大演習場。駐屯地の東側に滑走路と大規模なグラウンドがあり。 札幌市営地下鉄南北線から訓練の様子を見ることができる。終戦直後には米軍が駐屯しており、当時のレンガ倉庫の一部も現存する。本駐屯地は1954年より自衛隊が使用している。実際の駐屯地は複数の区画が広範囲に分散している。中でも豊平区西岡にある射撃場は西岡バイアスロン競技場の名称で、 バイアセロンの射撃競技会場として使われている。中トン地内部にはファミリーマートが出展しているほか、2015年3月には自衛隊札幌病院が豊平中トン地から新築移転した。札幌雪祭りにおける第11師団雪像製作隊は有名で、平成16年までは蒸気の滑走路とグラウンド利用したまこまない会場として雪祭りを盛り上げていた。 また、付近では、機会に恵まれれば、北海道大演習場、西岡、有明地区へ移動する戦車や、装甲車の渋滞も見ることができる。2021年5月、公式ツイッターアカウントが、陰謀論や誤情報、政治的変更のあるまとめサイトなどを、リツイートするようになっていたことが問題視され、同月2日までに、アカウントは削除された。日本政府は、 特定の者の,の主張を支持しているとの誤解を招くもので不適切との答弁書を同年6月25日に閣議決定した。自衛隊に対しては自衛隊法などで政治的中立性に関して極めて厳しいルールが存在する。警察予備隊陸上自衛隊広報、支援体制移行に伴い北部方面武器隊第304武器や整備中隊を廃止し、 北部方面広報支援隊、第102全般支援大隊に増強改編。北部方面輸送隊を、北部方面広報支援隊の零化部隊に、増強改編。北部方面衛生隊が、編成完結。第3教育連隊第303共通、教育中隊を廃止。第52普通科連隊が新編。第120教育大隊の改編部隊が、 編成完結。冬季戦技教育隊を北部方面混成団に変合。北部方面広報支援隊、第303普通化直接支援隊を新編。第11戦車大隊及び第11広報支援隊、第2整備中隊戦車直接支援小隊が北江には中東地へ移住。第52普通化連隊に第4普通化中隊と重迫撃砲中隊を新編。 第303普通科直接支援隊を第305普通科直接支援中隊に改編。ありがとうございます。